はじめまして、横澤夏子です。それではですね、改めまして、本日は鬼滅の刃で大ブレイクされたあのお方をお呼びしております。それでは呼ばせていただきます。せーの、リサさん。手を伸ばし抱き留めた激しい光の束、輝いて消えてった未来のために、夢が一つ叶うたび僕らは昔が思いつかない。ボタン、横澤夏子です。今回は緑黄色の野菜でやったんですよ。緑黄色野菜だから社会です。社会です。社会です。やだ、本当やだ。ありがとうございます。